皆さんこんにちは、ひよこザムービー今週も始まりました。そして今日のゲスト、またまた若子さんです。竹田若子です。どうも。今回はですね、はい、あの私10月からあのホリナビというラジオアシスタントが決まったので、うん、あのまあ、1回放送したんですけれども、まあ、緊張がなかなか解けないんですよね。そりゃそう、1回しかやってないんですよ。それで緊張解かれても。そうですかね。でも3時間の生放送なんですけど、はい、ずっともうガチガチで、うん、でもう堀江さん任せだったんですけれども。まあ、ね、堀江さんもきっと緊張してたはず。そうですか、うん、堀江さんも自由に喋ってはるわって思ったんですけど、ね、いや緊張します。そうですか、でそこであのピタッとで、はい、いつもあのラジオ生放送をしていらっしゃる武田アナに、はい、うん、今回ちょっと、うん、ラジオをどうすれば上手になれるのかどうすればいいのかというのをちょっと質問したいなと思ったんですけど。なるほどね、はい、私が聞きたいよって言うぐらいに、まだもう本当に霧の中、何が正しくて何が正しくないのかなんていうのがもう、あ、まああ、ようやくちょっとつかみかけたかなって思いきや、それはもうあっという間にスルリと逃げてるし、今日は、まあ、ここはうまくいったけど、このままいい波来て乗れるかなと思ったら、もう次はダメ。もうその連続。そうなんですか、武田アナでも。そんな、またまた、そんな、ね。そうですよね。だって、はい、私が新人アナウンサーの頃に、はい、いろいろこう面倒を、本当によく見てくださった先輩で、もう今はフリーになられた宮根誠司さん。はい、あ、はい。が言っていただいた言葉で、はい、あのなってこれから多分ラジオの仕事なんかもお前すると思うけど、うん、これだけは忘れちゃいけない。街中にいるおっちゃんおばちゃんがとんでもなく面白い、うん、うん、ということを忘れちゃいけないって言って、日常にはそれだけ面白い人がたくさんいるんだから、はい、なんかそこで面白さで張り合おうと思ったりだとか、なんか少し背伸びをしてやってみようとかっていうのも、あっという間にその人たちにもう見破られるで言われて、だからもう本当に等身大でできないこともあるけれども、はい、等身大でやっていくことっていうのが一番だよって。なるほど、なんかもうこうお酒を飲みながら顔真っ赤にされながら、ね、そういうもんない。だからね、もうその世の中にいるおっちゃんおばちゃんがほんまおもろいからなと。面白いですね。だから磨かなあかんねん俺らは。なるほど。だからもう何にでも首突っ込んで何でもやってみなあかんねんっていうことを教えていただいて、はい、それを大事にしてる。あ、今でも。あ、もちろんもちろん。うん、そうですね。なるほど。等身大。そう、等身大ほど難しいことはないんだけど。ないですね。そう、はい、で実際にこうね、これがあるかないかで、はい、なんでこんなに違うのっていうことの。そうですね。一気に緊張しちゃいますもんね、マイクがあると。そう、でもね、緊張することも幸せだと。はい。うん、幸せ、うん。緊張することさえも幸せなんだぞというのはね、これは、ね、元日本ハムの監督の梨田正孝さんの言葉なんですけど、取材でまだ近鉄で監督やってらっしゃる時に、うん、そういう言葉をかけてくださって、はい、緊張するっていうことさえも幸せなんだと思えたら、はい、そんなのすぐに乗り越えられるっていう。へえ、ね、なんかそういうこう私たちは身近にすごいいろんな言葉をね、こう言ってくださる人たちがたくさんいるから、その横できるだけこう、はい、いろいろ吸収していけば、あ、なるほど、なんか引き出しは増えていくんじゃないのかなとね。そうなんです、ね、もう自分で突っ走っていったらダメなんですね。いいのいいのいいの、もう突っ走って絶対ど途中でドーンとつまずくというかね。そう、だからもうその連続かな。あ、なるほど、もう連続連続、うん、ね、あとですね、ちょっと一個質問があって、はい、あの相槌をこう堀さんが話している時に、私がこうはあ、はい、あーみたいな感じで相槌を打ってるんですけど、はい、あれは邪魔なのかなって思ったり、でも、うん、言わなかったら私の存在は完全に消えてる。ラジオはね、ラジオは特にそうなんですよ。 そうな、それはね本当に、はい、例えばこうね、あのアシストする立場の役回りだったら余計そうですよね。そうですね、うん、そうそうそう。でもね、はい、私もそれですごい悩んだことが新人の頃すごくあって、逆に例えば今ね YouTube ご覧いただいている方が、うん、目の前にいたとした時にこう一生懸命話してくださってる、うん、それをってやられたらちゃんと聞いてるって思うわけ、話してる人って。そうですね、なんかうんとかはいとか言うことに一生懸命だったり、うん、すごい聞いてますっていうのを、はい、こう 200% で出されてると、喋ってる方としたら、はい、
ちゃんと聞いてるみたいな、一瞬ちょっと不安になることとかもあって、はい、得てしてなんか学校の先生の話とかでも、聞いてる人ってあんまり聞いてなかったじゃなかった？そうですね、もうなんか私そうですけど、私もそうだったの。なんかうんって言って、これはちゃんと持ってきてくださいねって先生に言われたけど、それ忘れるみたいな。わかりますね。聞いてないなっていう、本当に聞いてるのは、はい、なんかこう声に出すことだけじゃない。あ、うん、なるほど。自然に出てしまうこともあるしね。ああ、じゃあそこだけに一生懸命になってもいけないんですね。そうなんですな。一つ一つがね、難しいですね。多分またこの YouTube で聞くと思う。お願いします。答えられるように私も精進します。はい、ということで今週もひよこざむび楽しんでいただけたでしょうか。ではまた来週金曜日ひよこざむび更新ですので、またお楽しみに。え、またいつ更新？来週金曜日。あ、また来週。あんまり聞いてないでしょ。聞いてねー。